program is the Nihuatl of Pachinko and Patches Low Variety. Main personality Yara Wu. Moecaf TV.ヤロさん、おはようございます。おはようございます。こち亀です。全然こち亀ではないけど、こち亀の話をねしながら、いやまあこち亀みたいな、番組でもございます。やっぱ結婚するまでが面白かったみたいな、結果も面白かったみたいな。そうだね、しょうがないね。続けていくことが大事です。そうそうそう。さあ、というわけでもう着きそうなんですけど、何言ってましょうか。なんか入ったんすか、寝台は。昨日寝台で帰りだったんですけど、はい、ビンゴリバース、ビンゴリバース、機械割り 105% という。なんでそんな低いんだろう、割りが。でも割りじゃないんやんね。割りじゃない、結局その出玉って。そうなんや。まあ終日とか、まあ、長い期間、長い時間回すと機械割りが高い構成っていうのが安定はするんだろうけど、うん、っていうところはあるよね。だってアイムでも2000枚ピュッて出るもんって話よね。まあ出る。そうそうそう。私は、我々が言いたいのは。そうそうそう。そういうことなの。とりあえずでもね、ファーファーも聞きたいよね。ファーファーファー、ジュル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 、ファーファー、ジュル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 、ピロッ、ファーファー、ジュル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 、ファーファー、ガガ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 ガ、ファーファー、ガガ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 ガ、ファーファー、今回の50パらしい。2分1だね。2分1ファーするんですけど、まあ寝台っちゃ寝台だからね。寝台に入る傾向があるんで。そうだから狙うなら間違いなくビンゴ。どうする、ファーファーって乾燥したの、うん、ユリカかん。乾燥しても2000枚けどね。いや2000枚でならもう3000枚か。あとはもう冬砂って終わりや。単位よ冬砂。うせやん、打っていいよ。俺ガオガオキングに。あのガオガオ全然回らんけん。腹立つぐらい回らんけん。ここの店回らんけん。いやそもそもね、回ったことないけん。今日こち亀の時間長く取ろうみたいな。うん、2時間取ろう。ランナーやろうって。大丈夫、台の前にあの等身大パネル置いときに。ただ今実践中。エア実践、バーチャル実践。おはようございます。おはようございます。おはようございます。18おるよ、ラッキーセット。おお、すごい若い。2台押さえとってよ。ダメやって。一番の子が一番だったもん。うん、いいよな、さって別にこれ取ってまで取りたい台でもないんだけど、一応取ったけど。俺正直安心し打たんでいいやぐらいの。ファーは聞くだけでいいわ。おはようございます。お願いします。お願いします。お願いします。偽か。あ、まあ行きましょうかね。ちょっとだけ、ちょっとだけ、1ファーだけ、1万円だけって感じっすね。お、かっくん見れんかったやないか。おーい、ハハハハ。
おめでとう。あれ？サッチ？赤いよね。37ゲーム投手が2000。正直、うん、ビンゴじゃなくてよかったと思ってるよ。超楽しい。うわー、何？おう、当たった。おい、スイカ、スイカ当たり。スイカ設定差は あったりなかったり。大体そうやろ。167ゲーム投手が4000円。なんで凱旋っぽいんだこれ。あー、そっち。赤だね、ダメだぞ。ボーナス入れるのが一番早い。よーそういうこと。ボーナスではないけどね。オッケー、まあまあ、有言実行。オッケーオッケー。はい、気持ちいい。みーちゃん、こっちのボタンブルブルするんすか？あ、しました。おー、いいっすね。はい、一応あるんすね。一応ブルブルします。ずっとこの曲聴きときたいけど、マーさんの子。こっからよ、頑張れ頑張れ。やっほー、50近い。悔しいね。あ、みんなの時間を終わらせるな。まあいいや、まともに打つ ART 機の 5.9 初めて。初めてがこれ。やれなさが分かる。3万円目入れてみ、絶望やけ。めっちゃいいやん。めっちゃバーバーしてる。128ゲーム。パネルに2分の1でフワーって書いてある。もうすごい、それしか売りがない、ね。ああ、2万円いったわ。もう無理や。いやでも勝ち負けじゃないからね、もう俺には。だってこれでフワーさせずに引いたらちょっとあれやな。俺はもうやめたい、飽きた。あの、見えるところから打ちよくけどな。じゃあ俺が長揃いしたらカメラだけ持ってきて、駆けつける、駆けつける。はい、あの、ちょっとないです。はい、じゃあ昨日はどうだったんでしょうか。いやまあ平日でした。あの、昨日入れ替え日だったんで、じゃあ全然実は。だよ、あともうねえよ、1000円しか。すまへんな、すまへんな。なんでや、昨日8万返した。俺3万入れてんだよ。昨日8万返したやろ。
こで来るもんね。319ゲームパチンコ。苦手なんですけどね、履歴がちょっといいんでね。367あるしか、まあ幸いバックライトも死んでませんし、本気にも打てる。行きます。何枚目行きます。当たってませんよ。わあ、1500ゲームかかった。代行お願いしていいですか。マジかかった。4万。やば。1ラインや。1ラインじゃダメだ。ああまだあるよ。負けろ。 50% は 50% やけど。言っとくけど、1000ゲーム以上当たってなかったんだけど。え？1000ゲーム以上当たってなかった。地獄よ。頼む。頼む頼む頼む。1000でいい。はい。弱い。50%。 RT で600万。ほらあるある。あ、電車行ってるやん。ゲーム数だと661で、投資が35,000。イエス。しかもビッグ。イエス。戻せる。マジか。大丈夫大丈夫、関係ない。人より人の倍弱いけんな。10個ないと継続せん。5個あるけんね。たま。なんでほらを。これはいくやろ。いや、なんでセコ。あ、危ない。頑張れ頑張れ。いやいや、下下、左右左右。
うわ弱いねやっぱ弾弱いやん。いや2頃まで回せばいいのだけ知ってる。だから2頃まで届くくらい乗ってくれ。天国。お、緑早かった。やっぱ設定いいんだ。どうせ弾で勝てんやん。いやいや無理やって。早く早く昼飯食いたいけん。あ、先に。あ、いいよ。帰ってきての楽しみが欲しい。しゃあ、ここミドルオーラ、緑オーラよ。緑オーラ。うわっ、頑張れ。あー、大事大事、乗せていこうよ。はいはいはい、まだまだ。おお、あるけんね、大事にしていこうよ。よし、へい、さあ早めにね。惜しい惜しい、いや、いいんだよ、いいんだよ。ラオ、くージャギ、あっ、おー、うまい。よし、頑張るぞ。真剣やぞこっちは。さあ頑張れ、まだまだ。まだまだ。
まだまだ。たまんねえや。ひどい、ひどいよ。これはひどいっすね。次元も早くねえか、それは。いや、4個になったんか、これで。あるから。レイがおったもんな。いけるよ。四進。けど千枚出た。はい。まあ、ないでしょう。ちょっと見て。あーけど、まあ、入れた分よりは増えたかな。転生だけで言うと。とりあえず流そう。スロットは打てそうな台がないわ。810枚。効果でもねえのに、1500円で20ってなんだよ。変わんないっすね。罠。やめろ。そういうこと言うな。分かってる。矢川さん、お疲れ様でした。本当よ。これを、あ、初めて北斗で出せるんだと思って。え、あの後16連覇してるだから向いてないっつったじゃん。出たと思った。いや、マジでね、あ、やっぱいよいよ引きがこう偏ってただけなんだって思って。まあもうビンゴがああいう台だった時点でダメやったね。売ってないけど、なんかめっちゃビンゴで負けた感あるね。俺なんだけどね、負けたの。いや、2人、俺も食らったよ。ダメ見たな。やってもダメなのが分かったもん。今日はもうまさにやったな。負けるべくして負けた。あの、勝てる要素がなかった。あー、もうなんかパチンコ打ちたいな。やろう。ピチパチでいいけん。パチンコ撮影しに行って打ちたいんだよ、パチンコ打ちって。最低やけんね。一番やっちゃいかんけんね。闇スロの次にやっちゃいかんことやけんね。違う店で撮影の後、打ちに行くとか。矢川さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2店舗目での実践が終わります。怒られるわ。マジで怒られるわ。しかも売ったのが花火とか。怒られるわ。あの出るからつで売ってやか、花火で出るからつよりは長くはいませんでした。いや、まあまあちょっとだけ。洪水いて、傷開いて。本当それ。転生でこっち対こっち、サウザーとラオが出ました、はい、こうなるじゃん、どっちが勝つか、はい、いつも右が弱いやつ、右に当たってほしいとき、右に当たってほしいとき、お坊さんみたいになる。でこうしてるよ。あ、俺。いや、だから俺逆やんって、めっちゃ思う。あ、そう。え、なんでそっちって言ってるよ。言ってるけど無視されてるし。
俺だって分かってないからね。それがその理由分かってないじゃん。いやだって俺今日後ろ見ててもそう思ったもん。やってた、うん、逆やんって思ってたもん。逆応援してた。よし、こうやってたから、だから負けんのかな。いやそうかもね。それはそっち来るよ。いやいや、それはそうやろ。強い方が強い方が強い。グランバのため。ああ、前、この、うん、数ヶ月前の。いい思い出がないで。ほら。ほんでや、ほんでや、これやよ。こうやんだよ。逆やろ。逆。いや、突っ込むやろ。そう。そう、毎回やってんやん、これ。右が普通こうよね、だから右がじゃあだからあのジャギが右にいたらこうよね、ジャギ来いって言って中心ラインを制覇させるっていう動きをするならね、おお、だから別の見え方してるんだと思ってた。いやいやいや、説明できないもんね。なんでじゃあそこうするのか、だからサウザンジャギで俺こうしてたじゃん。わかんない、説明できない。いや、今まで点数打ってて全部よ。だからか。負けたり。いやいや、だったらやれる気がしてきたもんね。もう彼やれん。どっちにしろやれんけど。え、よく。いや、分かった。点数分かってない。いや、考えた。分かった。いなくなる。こっちに来いのこうじゃなくて、やだ。あ、払ってる、ね、そう、手で払ってる、そうだそうだ、いなくなれってやってる。そうだそうだ、だからそうだ。でも今の動き見たらさ、明らかに呼び込んでるやん。どう見てもさ、こっち行って自らさ、おらくなれってやらない。そりゃ勝てんわ。前日のあのパーティーで、カラオケのね、で、矢野さんと悩みしたいけど、中止キッズ、あのね、キッズ歌わせると本当に面白いですよ。全部残したんで、もう編集した次第だなって。もうあれはもう、あれもこんなレアなのないなと思って。インタビューの最大限っていうかね。だから、僕は一応全部残したんで。珍しいよ、ね、その練習大変だと思うんですけど、まあ、前日だし顔隠したりとかあるときは大変だと思うんですけど、あれはもうピカピカシーンみたいな。大したいっぱいいると思うんですよ、絶対に。あと俺のこと歌下手だと思ってるやつに。あ、でも僕、あれ本当歌下手だと思わないですよ。本当にほら、ね前も僕言ったじゃないですか、ね、普通の人の普通のレベルじゃん。普通に歌ってるんですけど、下手ではないんや。テロップがそうさせてるんですよね。そうなの、うせやんと一緒だよ。なんか2人でこうやってなんかリズム取ってる時は、いやだからそこは面白く、いや面白くないからね。面白くないから俺で落とされんの。いや、あれは落ちない。いやほら、そういうとこやん。今のもそういうの、ほらしょうがなくさ、俺もさ、はいはい、もういいよ、じゃあ俺を落ち着かえばって思うけどさ、その結果さ、俺も歌わなくなったりとかさ。歌っといて、そういう説明好きやん、歌う。いや、もう好きじゃなくなった。そういうのね、ここ1年、2年はそういうのね、うん、いやいや、自信持ったらいいよ。この前ってやつモテるか。あんな歌ってくださいとかどこ行っても言われてさ、あんなにみんなで欲求の塊でいたはぁって思うやん。俺とかだってもうラップで CD 出してるゆとりくんとクロスオーバーさん一緒に歌ったやん。だから基本俺生音系が好きなのよ、アコギとか、あのバイオリンとかのトラック系の方が好きなんだけど、めっちゃ電子音やめて、その打ち込み系の音、ね、それはお前がそうなる。そうだった。なんで俺に歌うの？お願いします。ありがとうございます。俺今日声出ないんだよ。大事だからね。これけど言ってたことだからね。さっき言ってたことだからね。これね。大事にしていこうよ。PV だから大丈夫だよ。誰なのね。ほら、もういいか。
あの俺が南にいる頃からその子そうっすよね。お前にだから最新を捧げる。Good!